白石毛ふは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。武全国の戦国大名。白石十六代当主。白石国城主。海力無双の人物で号泣の使い手であったとも伝わる。天文五年、白石長ふの子として誕生。はじめ、堤防を名乗った。父、長ふが、本家筋の下付宇都宮氏の内紛への介入に、熱心であったため。 両国の管理を早くから任されていたという。最初は、大内義隆に属していたが、義隆が、東高房の謀反で殺されると、無全国に支配権を確立した大友義繁に服属。正室に義繁の妹をめ取り、義繁から一時廃慮し、沈暴となを改めた。しかし、大友氏の勢力が、天正6年の耳川の戦い以降衰退すると、今度は、 薩摩国の島津義久に属するという巧みな書生術を見せている。天正14年より始まる豊臣秀吉の九州征罰によって、陳亡も秀吉に従うこととなったが、自身は病気と称して出陣せず、息子の友房にわずかな手勢を任せただけで秀吉の不信を招く。天正15年、秀吉は陳亡に伊予国への違法と暗国自衛権を通じて、 陳保が所持する藤原定家の国来色紙の引き渡しを命じた。不祖現代の地に固執し、家宝を守りたい。陳保はそれに反発し、心上の受け取りを拒否し、秀吉の怒りを買い、新たに武前六軍の領主となった黒田義隆と不穏な空気が流れることとなった。陳保の心情をよく知る毛利勝信は、陳保に一度白い国状を出て、その後に、 秀吉への嘆願を行うことを提案し、陳坊は白い国城を明け渡した。しかし旅重なる腐敗に豪を煮やした秀吉は、ガとして白い石の本領安堵を拒否。陳坊はついに決断し、同年10月、白い国城を吸収して脱海し、牢状して豊臣軍を迎え撃つこととなった。地の利のある陳坊はゲリラ作戦により攻撃してきた。 黒が長政が率いる豊臣軍を撃退した。天権の要塞である白い国上攻略に苦戦した吉高松家城を築いて平坦を立つ持久戦を取り、他の国人勢力を攻め下していった。勝敗は決死12月下旬、本領安土と陳亡の13歳になる娘、鶴姫を人質とすることを条件に、陳亡は降伏を受け入れた。しかしながら長政は、 白い一族の過去の旅重なる復配に鑑み、怪獣の困難を判断し、将来的な過根を一気に立つ決心をする。天正十六年四月二十日、陳坊は長政の招きにより中津城へ向かったが、吉高が長政に授けた暴略により、合わせ元寺に家臣団は留め置かれ、わずかな友の者と城に入った。陳坊は主演の席で暴殺された。 去年五十三、同行していた古将、松田正吉は、京町筋で打ち死にし、合わせ元寺に留め置かれた家臣団も、黒田勢との切り合いの末、全員が討ち取られた。また、人望の父、長房も、白い国城に攻め寄せた黒田勢に殺害された。着難の友房は、肥後国人一騎鎮圧のために、黒田義隆と同行して出陣中であった、肥後国で、 吉高に暗殺された。4月22日、鶴姫は長政によって13人の次女と共に、山国川のあぜ、広津の千本松河原野で張り付けにされ殺害された。しかし、解任していた、友房の妻、龍子が逃げ延びて、男子を産み、その孫の宇都宮信高が、越前松平家に召し抱えられて、白い石の血脈は過労じて保たれた。また、 神保の弟の矢次郎が、島津家臣となり、そこで子孫を残している。ありがとうございます。